四尾蓮子四尾蓮子は、山梨県西厚代組市川三里町にある、自然湖である。甲府盆地の南方、東西に連なる三坂山地の最西部、崖岳山頂付近にある山条湖で、別名、四比のレ湖、新秘霊湖とも書かれる。四尾蓮子県立自然公園内にあり、 湖面標高880メートル、周囲1.2キロメートル、最大水深13メートルの円形の湖である。生因は大規模な崩壊地形の窪地に水が溜まった干没湖とされている。かつては地形的特徴からカルデラ湖と類推されていた。江戸時代には富士港における富士8階の一つとして山中湖、川口湖、聖湖、小人湖、本洲湖及び 潜水湖、病菌湖と共に数えられていた。四尾連の湖名は地元に伝わる、湖の神が尾崎龍王という龍神であり、四つの王を連ねた龍が住んでいるという言い伝えであることが由来であり、湖にほど近い生字名も四尾連である。天子井信仰の湖としても知られ、牛馬骨を投げ込んだ旧祈願が行われていたという、流入する河川も流出する河川もない内陸湖で、 湖畔にはキャンプ場が設けられている。なお、湖畔はキャンプ場を管理している水明荘または流運荘の私有地であり、指定された有料駐車場以外の駐車は禁止である。湖畔までの車道はあるが駅からの路線バス等の公共交通機関が非常に少ないため、訪れる人は少なくあまり俗化されていない状況であったが、2018年に放送されたテレビアニメ。 ゆるキャン第6話と第7話にて4ビレンコがキャンプ場として登場すると聖地巡礼地となっておりキャンプ場を管理する水明層では冬場はゼロの日もあったが多くの人に来ていただいている模様である中部横断自動車道マスホインターチェンジより40分ありがとうございます